復讐があんたの生きる目的だったとしても、それを否定する気はない。だが、娘さんはあんたを人殺しにするために生まれてきたんじゃないだろう。父親が獄中で死ぬのを娘が望むと思うなら、今すぐ俺を刺してこいつを殺せばいい。どうしてそんなこと言うの。